落書きが見つかったのは、瀬戸内海国立公園にある和歌山市の三山砲台跡で、明治時代に外国の軍艦から大阪湾を守るために築かれたとされる要塞の一部です。管理する環境省近畿地方環境事務所によりますと、ことし8月、砲台跡や解説板などにスプレーのようなもので、 ゲーームののキャラクターと見られる顔や数字などの落書きがが9箇所あるのを清掃担当者が見つけました。落書きは大きいもので縦およそ80センチ横およそ2メートル20センチにわたっていて黒白赤のスプレーで描かれていたということです環境省はおととい建造物損壊と器物損壊の疑いで和歌山県警に刑事告訴しました